タルコット・パーソンズはアメリカの社会学者。1927年から1973年までハーバード大学で教鞭をとった。コロラド州、コロラドスプリングス出身。パターン変数、アジェル図式を提唱するなど、機能主義の代表的研究者と目された。ニクラス・ルーマン、ロバート・キング・マートンなどと並び、第二次世界大戦後、最もよく知られた社会学者の一人である。パーソンズは社会一般にわたる一般理論の構築を目指した。特に功利主義的な人間行為の理解に反発し、他者のために行動する社会性の理論を唱えた。まずパーソンズは行為を行為システムと捉えるところから出発している。そしてその行為システムのサブシステムとして文化システム、パーソナリティシステム、社会システムなどを挙げている。この中でも特に社会システムについて、有名な構造機能分析及びアジェル図式などの独特な理論を唱えたのである。構造機能分析とは、社会システムを構造と機能に分けて分析したものである。構造にあたるのは、社会システムの中でも変化に乏しい安定的な部分である。構造は定数部分であると定義される。そして機能とは、その構造の安定に寄与する部分であり、社会システムのうちで変化が見られる部分である。機能は変数部分であると定義される。そして、この構造と機能の分析により、社会一般を分析できるとしたのである。アジェル理論は、構造機能分析よりも、より具体的に社会を分析する必要から生まれたものである。A は適応、G は目標達成、I は統合。L は潜在的パターンの維持、緊張処理である。社会システムはこれらの機能によって維持されるとされる。しかしながら後期に展開された抽象的な理論に関しては、今日においてもその評価は賛否両論ある。家族の機能とは社会において家族が果たすべき働きのことである。社会の変化に応じて家族の果たす役割は変わるが、主なものとしては、一夫婦の愛情を育て、性的な欲求を満たす、二子供を産み、育てる、三生産活動を行う、四消費活動を行う、五一食住を共にする、病人や老人の世話をする、冠婚葬祭などの宗教的行事を行う、娯楽を楽しむ、心の安らぎを与える、などがある。しかし、産業化の進展と、賃金労働者の増加や家庭電気製品の普及より、従来、家族の機能と考えられていたものが他の機関で行われるようになってきている。パーソンズは家族の機能として社会化と安定化という二機能説を唱えた。他にアメリカの文化人類学者マードックの挙げた性的機能、経済的機能、教育的機能、生殖的機能という四機能説などがある。社会化とは人間が他者との相互作用を通して、その社会に適応していく過程である。パーソンズは家族も社会と同じように地位と役割の機能を持ち、家族構成委員間の相互作用を通じて社会化する機能を持つとした。人間は家族の中で精神の安定を図り、男女間の性の調整を図るということを指す。産業化の進展によって家族の機能は変化してきているが、そういった中で、家族の安定化機能の重要性が高まっている。ありがとうございます。